やっぱ1年経つと人って変わるんですよね。インチョンマゲフィルム。さっきからお前そこに表で待ってたのにスルーしやがって。いやだって思ってありえないだろ本当に。こっち10分くらい待ってんだよ外でよ。ボンジョルノ、ボンジョルノ。今日は8号と一緒にちょんまげのチタ散歩へ行くぜ。ナイキさんこんちゃっす。よし、FF バギー。 FF ね、はい、FF バギーすごこれは。ベースは何なんでしたっけ。これはベースはタミヤの FF03 です。この辺なんかこう貼ってあるのはなんでスポンジ貼ったんですか。そこいる。それ気になんない。気になるな。ゴミが入らない。ゴミが入らないよ。ナイキさんは綺麗好きなんだ。この旗立っちゃってるやつやばいっすね。IPC の旗が。これ笹さんあれですよね。何で塗ったんですか。何で書いたんですか。マッキー。マッキーです。マッキーです。マッキーだぜ。マッキーだぜ。次行こうぜ。しばらくポンコツレポートが続くでござるよ。あ、大先輩のカイパ先輩だ。緑似合わない。そうですね、なんか緑が似合わないっつって。これなんかあんま、これあんま俺喋り面白くないっすよ。多分、ね、だって最初会った時すごかったじゃん。そう、やっぱその車の走り方はこうでたんで一番最初マハチョンマゲさんに呼ばれた。ああそう、あれ来ていただいた時ですよね。何も言わないって思ってますから。そうですよね。もう片さん車の走り方はこうじゃない。違うんすよ。違うんすよ。違うんすよ。ほんと違うんすよ。ほんと違うんすよ。なんかあそこは滑りますよとか、あそこはなんかひっくり返ってますよとか言って、お前知ったこと言ってんだよみたいな。あ、お前ワールドチャンピオンのお父さんだぞ。後からっすよ、後からっすよ。全然わかんなくてっていうのがちょっと偉そうに言っちゃった。この辺から来ます。本当タイヤはこれだ。本当これ、いやこれね、いやちょっと厳しいな。取れ高10秒ぐらいな今のところ。違う。散歩企画は初だぜ。いきなりやれって言われてんだぜ。俺だって結構大変だぜ。いやいや、そう、俺は周りの力がないと完全に生きない。社長です。社長じゃないわ。チタ班の社長です。社長じゃないわ。会長です。むしろ面白くないよ。はい、いつも大変お世話になっていて、もうポンコツ作編中いらないよ。あの、ね、でも一番言いたいのはアッキーさんはマジでおにぎりが超うまい。あれおにぎり。おにぎり。おにぎり食う。おにぎり。おお、すげえうまいです。作ってきてくれることがあるんですよ。まあ、まあでも今日天気も良くていいっすね。暖かい。暖かい。なんか喋れよ。ごめん。ごめんごめん。あー、ミッキーさんこんにちは。ご無沙汰して明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。明けましておめでとうございます。そうだ、そういうやつ。ありがとうございます。すいません。はい。ファインリーチのりさんです。はい、はい、健やか代表っすね。はい、どすこい AK あんこウェイっすね。AK あんこ、彼はまだ言うなればいいとも青年隊で、僕はもう結構あれでしょ、ハルシトぐらいまで来た。ハルシトの方が上なのか。ちょっと果たしてわかんない。え、何個食った今日。3つ。もう3つ食べた。いつもの面白いですよね。いやいや、モロムチャフだっつやな。モロムチャフだ。ご無沙汰してます。お世話になりました。元気でした。はい、元気でした。いや、昨日会えなくて残念でした。いや、ほんと待ってた。すいませんでした。ね、めっちゃ真面目モードじゃない。そう、なんか今日面白くない。どうした、今日面白くない。どうした。
思い出した。やっぱ1年経つと人って変わるんですよね。すいません、すごいですよねこの変わりはね。すいません、ちょっと頑張ります、ね、頑張ります。だからラジコン気をつけないといけないですよねこの業界ね。そうですね。ちょっと馬だったらエラーなる人いますからね。あららら、俺じゃない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 、優勝してるんですよ。俺じゃない、全然してない。合計ポイントで順位を競う。決勝はパインビジチームに所属で密着でござるよ。1位取れる。第2位とも、もう準備しておいてくださいね。俺ひろゆきさん、マンジマンだぜ。ん、俺マンジマンだぜ。ラジコン大好き、マンジマンだぜ。第1ヒートは8号 DT 戦でござるよ。手触れてるな。頑張れ。ポールポジションスタートでポールトゥウィンなるかというレースでござるね。さあ波乱の展開はあるでござろうか。うん、無難な走りでござるね。面白くねえな。面白くねえな。面白い展開ではないでござるね。いや、でも来てる、来てる。ドラマはあるかな、ドラマがあるかな。地味やな。溶けてるマシンを起こしてほしいですね、あれね。ゾンビになるでございよ。ラスト、ラスト1周で起こそう。せめてラスト1周で起こす。チャレンジということでございますね。8号選手、こういうところでございよ。いや、ま、言うても僕まあまあ RC うまいんで。腹立つな。腹立つでござるね。第2ヒートバッタ戦ノーリさん、とりあえずこけたやつを避けていくっていう、そういう、もちろんもちろん、うん、安全運転だけでいきます。安全運転だけでね、はい、はい、最後尾からのスタート。ノリさんはね、追い上げる、追い上げる美学を持ってるでござるね。さあ、4位。そして、どうだ？おう、3位。最後尾から早くも3位に浮上。こうやって、1台ずつ仕留めていく。ドライビングスタイルのノリさん。ここにね、おっと、これも華麗にかわして2位。あとは最後尾から2位まで浮上。まさにノリさんの走行の美学を体現したレース展開となっているでござる。そして1位を仕留めることができるかというところ、徐々に詰めていって、おっと、どうだ？行っているでござるね。屍を華麗に避けて、2連ジャンプも丁寧に超え。ラストでしょ？そして、ラスト、ファイナルラップ、あと1周で抜かすことができるか、トップを取ることができるか。ん？どうだ？周回遅れが邪魔か？おっと、インで華麗にかわして、インでかわす、うまい！これはうまいなぁ。さすがノリさん、いいよノリさん、1位をキープか。このままゴールだとかっこいいぞ。おっと、サイドバイサイド2連ジャンプ届かない。おっと2位。いやー、ナイスアイス、ナイスアイス。さすがのレース展開、素晴らしい。ヒート3、片浜ニューパス DT 戦。ここね、
DT で走って、その次はグラスホッパーばっかり走って、DT で走るって、交代交代での Q シートという形でござるね。安定的に3位が変わらないので、4倍速でお届けでござるよ。安定している走り。ファイナルラストからの3位、ナイスさん。オッケー。さあ次はバッタ戦ヒート4、藤尾選手3番手スタートで、おっと本戦、初めの本戦を抜けてなんといきなりトップに浮上。このままゆっくり、そうこのままキープでね、こけずに迎えても大丈夫、走り切ることができれば、いいっすよ十分でござる。オッケー、もうね、屍ルールはね、安定してる。ゆっくりゆっくり、もうこれ何度も言ってるでござるわ。迎えてもいいから、本当にこけたら終了なので、完走することが本当に大事なんでござるよね。なので、いよ1位は最高でござるが、無理を、おっと危ない、おっとこれは命拾いをしたでござるね。大丈夫、OKOKOK、 2位でいい、そう、2位でも全然いいでござるよ。焦ってこけないこと、安定の2位が続くので、4倍速でござるよ。ナイスだ。ヒート5、力戦拙者のコンマゲを連れてってあげて、影武者で4番手スタート。どうだ、初めの混戦を抜けると一気にレース展開が有利になるが、どうだ、おっと危ない、どうだ、巻き込まれずに抜けて3位に浮上。何もせずとも3位、そして2位。おっとナイス、インコース抜き、2位まで浮上。1位はちょっと遠いか、でもいいよ。まず2位を安定させることが重要か。1位詰めていけるか、おっと歓声が上がってる、誰かがこけた、しかばれた、どうだ、安定してるな、いい感じになってきた、そろそろ4倍速がいいか、おっとどうした、危ない、ごめん、あわやしかばね、安定の3位の4倍速でござるよ。ファイナルラップからの3位ゴール、ナイスだ、無難。ヒート6、バッタ戦、小野真世選手3番手スタート。スタート直後の混戦を全員きれいにクリア。いいよ、どうだ、このバンクが結構な肝。オッケー、ジョフ乗り、ジョフ乗り、ナイス、ジョフ乗りでなんと2位まで浮上、もう十分でござるよ。安全運転で行きたいでござるよ。もうこのままゴールしちゃおう、チャンスがあれば、このままゴールしちゃおう、チャンスがあれば1位を狙いたいところ。行かなくていいよ、俺は行くの、おっと、この前の選手1位を狙うと、危ない、おっとテンションも上がってきた。どうだ、1位に迫る、1位にプレッシャーを与える、どうだ、ここのカーブで、おっと抜くか、並んで、もう一息、おっと後ろから刺した、これはどうだ、そんなこんなで3位が1位に、ダメじゃん、こういうこともあるでござるよ。1位は恐怖のりでござるね。インから抜いた、うまい、ナイス、そして1位追っかける小野真世選手、おっと3位と今度は逆に突っ込まれる、
これはなかなかの好敵手。おっとジャンプ、そして屍に。いや、どうですかキャプテン、今までの走りはパインビーチの。まあまあだな。まあまあ。そう、よくもだ。こっから先に期待だね。こっからどんどん上がってきます。交互期待。交互期待。380の走り、戦い方。あ、ねえ、安全運転で。安全運転第一。これを抜いて完走すれば自動的に4位という、これでもう大会ではこけないことが本当に大事、しかまねルール。うん、どうだ、黒川パイセンのこの安全運転いいでございね。4倍速でお届けでござる。ファイナルアップ順位変動がなく3位で見事ゴールでござる。ナイスラン。ヒート8バッタ戦、さあいよいよ大詰め。今のところパインは非常にいい成績で上位に食い込んできているでござるよ。やっぱり屍がないというのは本当に素晴らしいでござるね。ノー屍でね、ここまで8です。こんなチームはないでござるよ。さすがチームパインビーチ、安全運転志向のノリさん率いるチームでござるね。うん、素晴らしい。そして走行してる間に4位、順位の動きはないか。おっと、ここでほら屍を抜いて安全運転していれば3位まで浮上。うん、素晴らしい。ちょっとまた抜かれる。大丈夫、こけてないから。そうそう、こけてなければ大丈夫。チャンスは最後まで転がっているでござるよ。屍が転がっているようにチャンスも転がっているでござるよ。ほらほら、こういう感じでね、3位、ほら、また3位に浮上。ファイナルラップでござるね。わおわおわお、おっと、危ない危ない、どうだ、大丈夫、表は向いている、こけてない。安定の4倍速。3位でゴール、これもナイスランでござる。ラストヒートはディキ戦でチェンジでござる。レジェンドも出走のヒートでござるよ。4番手が田舎さん、4番手田舎さん、転んだやつが何言うてんねん。煽られてるからね。生きる源氏、アンカーの皆さん、募集。え、マジっすか。ヒヨル源氏、さあ源氏選手、生きてひよって、どうなるか、どうなるか。ファーストコーナー本線からの、からの、もしかしてまさか、おおおお、開始早々しかばね、しかばね、やっちまった、しょうがない。生きて拾ってへこむ剣士。一方レジェンドはどうだ、どうだ、おっと、熾烈な突破争い。現在2位のレジェンド、圧が半端ない。コーナーを、うん、なんとレジェンドも屍ね、イエイエイ、シロリンコ、レジェンドもへこむ。いや、屍ねルール最高でござる。パインビーチチーム、そう、ありがとうございました。
今日あのとても健やかな走りをした方に、アッキーさんね、ちょっとこうこのゴールの人にプレゼントした、ね、みんなに感謝の気持ちをね、鈴木さんやるんで、ちょっと今見せてください。はい、お疲れ様でございます。3219、いや、下半最高。かっこいい、かっこいい、ゴールだ。底辺だ、底辺だい。あ、ごめん、なんだっけ。いや、DT でバトっちゃうらしいぜ。しかも、罰ゲームはあの歌全開でかますってよ。よ、チェックやで。OK。